DSPDS。 ヘイアイスペルスだって今日だったね。皆様、ドラゴンボールは大好きですか？僕はね、もう GT もね、Z も GT はね、ところどころ見てないところあるんですが、見てました。で、Z はもう全部見たし、今やってるドラゴンボールの新しいやつね、1,2 は見ましたけど、あんま見てないっすね。なんかね、髪がね、青くなるのがね、僕的にはちょっと許せなくて、ちょっとね、見る気がね、失せてたんですけど、今日はね、これ、見てください。カップ麺にね、なんと、ドラゴンボールのカードが入ってるんですよ。200万人にドラゴンボールのカードが配布されてるそうです。このカップ麺の中にね。何個目でね、ドラゴンボールのカードが入ってるかね、今から開けていきたいと思います。まるちゃんのカップ麺にありました赤いキツネと麺作りと鴨だし、これで超麺だよな、これやべっぺ。あとまるちゃんの麺作りと、また変な麺作り、麺作りね、ノンフライでね、いいですけど、あんま好きじゃないような気がします。ではね、開けていきますか。はい、もう一発目でね、これカード当たったらやばいっすね。これ何個あるんだろう。1,2,3,4,25 個あります。まあ25個も買ったらね、入ってなかったらおかしいべー。おかしいっすよ、200万人にも当たるんでね。いや、マジ当たってほしいわ、カード。ドッカンドッカンついてる、コッカンコッカン。1個目入ってません。まあ開けてもね、もう1年ぐらい持つっしょ。赤いキツネと青いタヌキ、青いタヌキの方にはね、なんかついてなかったっす。マジか。うわ、もうこれ全部開けろって気な感じじゃん。仕方ない、全部開けますか。孫悟空、これなんかに使えんのかな、ゲームとかに。うわー、やったー。同じのが入ってました。2枚目です。麺作りはノンフライよ、まるちゃんふざけるな、麺ふざけ、うわーねー。結果25個買ってカードが2枚入ってました。25分の2、25個買えば2個当たる感じです。スーパーのね、店員さんがすごいびっくりしてたんですが、もうね、可愛い子なんですよ。はい、はい、ってことでね、みんなも買ってみましょう。ってことで、あのまっせん PDS 株式会社チャンネル登録よろしく。